こんにちは、占い師のえみこです。今日はあの人の気持ちと二人のこれからについて見ていきます。よろしくお願いします。では早速こちらのカードから選択肢を3つ選んでいきましょう。このカードはエンジェルアンサーというカードで、私の師匠からいただいた大事なカードです。今シャッフルをしています。出てきました。飛び出てきてくれたのがこの子と、あとは2枚上から引きたいと思います。選択肢1番目、こちらのカードです。ちょっと照明の反射が見にくいでしょうか。こちらです。2枚目がこちらです。3枚目がこちらのカードです。それではアップにします。では1番目のリーディングの方、よろしくお願いします。早速あの人の気持ちから見ていきましょう。タロットカードはこちらの定番のライダー版のタロットカードです。
かすぐに動き出しそうな予感がしますね。それでは現状から見ていきますが、あなた様この方のことを恋愛対象として見出したのは割と最近ですかね。ずっと前からお好きな方もいらっしゃると思うんですが、こう出会いとしてはもともとは恋愛対象に見ていなかった、違う方とお付き合いや違う方がお好きだったんです、だった方もこう近くにいてる人のことをふと気になりだしたっていう感じでしょうか。うん、幼なじみの方とか先生とか、もともとは恋愛として見てなかった方に何かきっかけがあって気になりだしたっていう感じでしょうか。これまでは仕事だったりバイトだったり趣味や部活動なんかに熱意を込められてた方も、なんだか彼が気になるなっていう感じで少しずつ芽生え出したっていう感じですかね。過去も現在も未来も何でしょう、もう愛してる、今すぐ結婚したいというよりかはじわじわと、愛情が芽生えていってる感じがしますね。お相手様はもう恋に前向きになり始めた時期で、ちょうど出会いを探したいとか、次のステップに進みたい、その今の彼女と別れたり今の彼氏と別れたりして次のステップを探したいというような時期ですね。この2人がうまくお付き合いやご結婚など、一歩進むためには思いつきが必要ですね。今までしていたことではなくて思い切ったチャレンジやアピールをしていくことが大事です。お相手様、新しい出会いや、そうですね、次のステップに進みたいと思ったきっかけって何なんでしょうか。ちょっと見ていきましょう。何かあったからこそ次の恋や次のお付き合いされている方なら結婚などのステップに進みたいと思い始めたと思うんですよね。あなた様がきっかけですね。この出てるカードがレディーのカードなんですけども、あなた様が男性なら男性でも、はい、きっかけはあなたです。嬉しいですよね。なんかこうあなた様の魅力に気づいてこういう恋愛もありだなぁと感じ始めてる。そうですよね、もともとが恋愛対象じゃなかったお二人の恋だとすれば、向こうからしてもあなた様はもともと良き友人や良き仲間としての認識だったと思うので、はい、いいですね。あなた様はすごい魅力たっぷりなんですね。進んでいきそうな2人ですが、ドラマチックな展開というよりかは漫画で言うと君に届けのような、じんわりじんわり進んでいくような恋だと思います。いいですね。あなた様がきっかけで新しい恋を、まあ新しいステップを考えてるっていうことですから、かなり前向きですよね。あなた様のどんなところに彼は魅力を感じたのか聞いてみます。彼女はかもしれないですね。あなた様のどんなところが気になった、こちらのカードです。
あなた様のこの考え直しなさいのカードですね。時には母や父のように諭してくれるところが自分のことを本当に考えてくれてるんだなと思って気になっているようですよ。この方の悩みに乗ったこととか、あとは普段の何気ない会話の中であなた様の出すアドバイスや自分のことを考えてくれた意見がこの人にはすごく刺さってますね。心に突き刺さる。それがきっかけであなた様の魅力に気づき出したという感じですね。ではこんなお二人が迎えるこれからの流れを見ていきましょう。では2人のこれからを見ていきます。このカード、現在のカード、未来のカード、そしてアドバイスのカード、お相手様の過去、現在、未来、あなた様の過去、現在、未来、そしてお二人の最終結果がこちらです。お相手様はですね、これまでの恋愛のトラウマからなのか、なかなか自分をオープンにできない不器用な方が多いような気がします。あなた様のことがさっきの、タロットで見ると気にはなってるんだけれども、どうやって進めばいいのかわからないっていう状態ですね。ですごいのが、あなた様、さっきのあなた様の気持ちのカードって、このカードがカップの、7の逆位置ですね、出てたんですけれども、またあなた様のお気持ちのところにもあのカップの7の逆位置が出てますね。あなたの良さに気づいた、気づいてほしい、あなたにもというような感じだと思うんですけど、この2人はですね、こう一見爽やかな関係に見えるんですが、お互い異性としてかなり意識してますね。かなりお相手様から見て今あなたのことを異性として認識し始めてますし、まもなくあなた様の、コントロールの集中に入ってきます。この恋をうまくリードできるようになっていきますね。そうですね、5年も10年も前から好きというよりかは、やっぱり最近気になり始めた方が多いように感じます。長い時間好きな方も一度冷めてたような気持ちがまたポッとこうろうそくの火のように灯り始めたという感じですね。そうですね、この2人の関係はもうすぐあなた様の、手のひらでね転がせる恋だと思います。ただすぐ来月、来週すぐ付き合うというよりかは、じわじわと進めていく恋ですね。
2人のこの恋がうまくいくアドバイスなんですけれども、お相手様今金銭的に貯金を頑張りたい時期とか投資をしたい時期とか何か目的があってお金を貯めてらっしゃる方が多いと思うので、あんまり高価なディナーやプレゼントをねだるようなデートは避けてください。ご飯食べに行くにしてもなるべく金額が高くないところとかでお食事してあげたりすると喜んでもらえると思います。あまり出費がかかる、お金のかかる彼女や彼氏そうだなと思われちゃうと、今の自分には無理だなっていう風な判断をされかねないので、もし2人で遊ぶにしても、例えば公園でお散歩デートですとか、今の時期だったら何でしょう、植物を見に行くとか、そういうデートをするのがいいですね。さっきにもちらっと話題に上がったこれまでにないアプローチ方法を試してみてくださいっていうのもやっぱりリンクしていて、なかなか思い切った行動ができないっていうのが今の結果になるので、どういうふうにすれば進むのかもう少し見ていきます。やっぱり今までの関係にとらわれない、一歩殻を破りたい恋が多そうですね。具体的にはではどんな風な行動がいいのでしょう。その殻を破ったアプローチというのは分かってるんですが、どんなことですか。またレディーが来ましたね。異性として意識してくれるような行動ですかね。例えばあなた様が男性なのであれば、一緒に遊ぶときはエスコートしてあげる、例えば車道に歩いてあげる、重たいもの持ってあげるとかですね、あなたが女性様なのであれば、例えばスカートを履いたり、いつもと違うバッチリメイクであったり、これまで見せてこなかった一面を見せてあげると良さそうです。今まで知ってて恋愛対象として見てなかった方に異性としての一面見せるのってすごく勇気がいるし、なんだか照れてしまうかもしれませんが、思い切ってそこは見せてあげてください。そうすることで自信がなくてなかなか進めないお相手様も安心すると思うんですよね。お互い興味があるふりはあまりしてないかもしれないですが、内心2人は異性として、同性カップル様でしたら同性でもね、こう恋愛対象として意識はしてるんですけども、実際動いていいかわからない。これをあなた様が、恋愛対象の方に見せる一面を相手に見せてあげることで進んでいきます。もしお付き合いしたり結婚したりしたら、よいしょ、どんなカップルになるのでしょうか。ちょっと待ってのカードですね。やっぱりいきなりラブラブバカップルになるというよりかは、そういう関係になるのにも慎重にゆっくり進んでいく2人ですね。で、あなた様の魅力でもある、相手のことを考えてアドバイスしてあげる、ちょっと静止してあげるっていうのが出るので、この方にとってあなた様はやっぱりいなくちゃならない存在なんですね。このお相手様は結構自由奔放というか、
ある日いきなり不思議な行動したりとかする方多いんでしょうか。あなた様がストッパーになってあげることがすごく向こうにしたら助かってるようですね。なんか良き親友であり仲間であり、そして恋愛感情があるようなお二人で、とってもお似合いのお二人ですよね。なんだかこのお相手様のことすごく気になりますね。すごいあなた様がお相手様を止めてあげるっていうのが出てきますよね。あ、すごいやっぱりなんでしょう、怖いもの知らずで進んでいくところがある方なんでしょうか。そこが冷静なあなた様からしたら自分にないものを持ってていいんでしょうね。お互いにないものを持った2人がくっつくとね、でことぽこをこう埋め合うような関係で、すごくお似合いですよね。でおしゃれなお相手様なんでしょうね。どこか華やかさのあるおしゃれな方だと思います。もしかしたらこう SNS とかでもすごく活動されてる方がお好きなんでしょうか。そんなに悲観しなくてもちゃんと進んでいく恋ですので、ご安心してはいして進んでいてください。じゃあそんな、お二人がうまくいくためのラッキーアイテムを見ていきます。面白いですねこのお相手様、思い切りが良さそう。ちょっと不思議ちゃん不思議くんなのかもしれませんね。はい、じゃあラッキーアイテムはですね、緑のアイテムですね。緑のアイテムと長いもの、スカーフとかネクタイとか、あと長いものって言ったらなんだろう、ネックレスとかですね。もしパワーストーンつけるのであれば黄緑や緑の色が良さそうです。理想はゴールドの土台にペリドットとかのネックレスとかね、いいかもしれません。ペリドットっていう黄緑の宝石があるんですけど、そういうアンティークな感じですね。スカーフも緑、そうだな、こう春っぽい色合いのスカーフやネクタイも淡い色ですね。はい、ぜひ取り入れてこの恋をうまく進めてください。では1番のリーディングの方は以上になります。ありがとうございました。では2番の方リーディング始めます。お願いします。まずはあの人の気持ちから見ていきましょう。すごく真剣な恋、愛をされてますね。恋愛をもう結婚してもいいぐらい真剣に好きって感じが伝わってきます。もしかして婚活とかもうお付き合いされてて結婚を考えてる方もこの選択肢の中にはいらっしゃいそうですね。とかこの彼女のためなら、遠方へ引っ越してもいいとかね、それぐらいの覚悟を感じられます。あ、もうすでに仲良しの方はやっぱりカップル様多そうですよね。同棲してるとか、
あ、すごい、1番の方と同じようなカードがまた出てきてます。すでにお付き合いをされてる方や結婚されてる方がとか、まあ、うまくこう距離が縮まってる方が多いと思うので、その手で話をしますが、あの出会いたて、好きになりたての方もあの拾える部分は拾って当てはめて聞いていってください。やっぱりでもこの2人すごく今うまくいってますね。ただ、例えばなんですけども、仲良しカップルで付き合ってて同棲とかの話も出てるんだけれども、なかなか実際同棲の話が、具体的な日にちが決まらないとか、入籍がいつするか日にちが決まらないとか、そういうところで悩んでる方が多いのかなと思ったんですよね。でお相手様も あなた様への愛情って異性としてというよりかは、もう本当執着というか、もう本当家族の一員としての好きなんですよね。絶対いなこちゃならないと思ってる。かなりやきもち焼きなお相手様だと思います。あなた様が異性の話なんかしたらすごい嫉妬しちゃうような、それぐらい好きですね、あなた様のことが。で、この今の現状を打破するには、例えばその結婚の話、同棲の話が出てるけど進まない方とかは、ぜひお父様やお母様とかご友人に、お相手様を紹介してください。そのあなた様もそういう駆け引きというか、うまく、今の現状を打破する方法って探してると思うんですけれども、いい方法はやっぱり紹介するですね、周りに。それぐらいしないとなかなか動いてくれないお相手だと思います。でも未来はあなた様の思った通りに、永遠のカードも出て末永く続くので、別れる心配、離れる心配はないと思います。で、お金で解決できる問題はお金で解決してしまった方が手っ取り早いとは思いますね。例えば新しいお家探してて、希望のお家が見つからないことで同棲が進まないとかだったら、思い切って家賃の予算1万円上げるとか、お金で解決してうまく進む内容であれば、そこはお金をかけてしまってもいいです。ではこのお二人のこれからを見ていきましょう。お相手様の気持ちとしては、もうすっごくあなた様のことが好きで、もう離れたくない、もうなんなら執着っていうような方が多いので、もうそこは正直心配いらないので、二人のこれからを見ていきましょう。では二人のこれからですね。振られちゃったとかそういう方じゃなくって、このリーディング見られてる方は本当次のステップに進みたいっていう感じの方ですよね、きっと。いや、結婚とか同棲とか控えてる人多そうです、本当に。だけども彼彼女の、都合でなかなか進まないのかな。ではそんな2人のこれからどうなるでしょうか。
過去、現在、未来、アドバイスカード、お相手様の過去、現在、未来、あなた様の過去、現在、未来、そして2人の最終結果を見ていきます。今は情報集めの時期ですか？同棲や結婚の情報を調べているって感じですね。お相手様、ちょっと前まではすごい自信がなくて不安になっちゃってたみたいなんですけれども、ようやく今からやる気出てきてますよ。うん、なかなかこう行動はゆっくりな方かもしれませんが、気持ちはね動いてきてます。ちょっと前まではマリッチブルーみたいな感じで、このまま一緒に住んでも大丈夫かなとか、結婚しても大丈夫かな、私は心配な方がいたみたいですけども、やっと日にかついてきたので、ちょっとずつ進んでいけそうですね。うまくいくためのアドバイスとしては、ある程度妥協できるポイントは妥協した方が良さそうです。今ずっとカップルや結婚考えられてる方前提で話してますが、片思いの方とか復縁の方も当てはめて聞いてほしいんですけれども、なんか妥協っていうと言い方悪いんですが、捨てれる条件を捨てた方がいいですね。例えば結婚式場を探してるなら、いろんな条件が、予算やお食事や景観などいろいろあると思うんですけども、あれもこれも希望通りで探してしまうとなかなか全部が一致しないと思うので、どこか優先順位をつけて取捨選択をした方がうまくいきますね。このお二人の未来自体は基本進んでいくので、そこは正直リーディングしててもあまり心配はいらないとこなので、今の現状を進めたい方が多いと思うので、ちょっとアドバイス中心に今喋ってます。そうですね、あとは感情的に怒らないですね。そんな怒りん坊じゃないわよっていう方もいらっしゃるかもしれないですね、すいません。ただこうあまりにも動かないからチクッと言いたくなっちゃうと思うんですよ。好きだからこそこうやきもきすると思うんですが、あまり感情的にならない方が、うまくお相手様は動いてくれそうです。多分怒って言っても分かってるよプンってなっちゃうと思うので、はい。あとは古い話を蒸し返さないのも良さそうです。過去に浮気をしちゃったことを責めたりとか、前に違う女の子が男の子と仲良くしてたことをチクチク言ったりとかもしない方が良さそうですね。基本的にはうまくいくお二人です。うん、で仮に同棲や結婚を控えてるとしたらどんな2人になるでしょうか。よいしょ、こちらですね。はい、一緒にいることで健康、心身ともに健康になっていく2人です。ぜひ今話に上がっているように同棲や結婚する方は早くしてほしいって感じですね。早くしたいんだよこっちもっていうね、思われるかもしれないですけど、やっぱり一緒にいることによって安らぐし、生活も健康的な生活になるお二人なので、やっぱり未来は安泰ですね。現状どうしたいかっていう、どうするともっとスピーディーに物事が進むのかっていうのがテーマだと思いました。うん、ではアドバイスはね、たくさん言いましたが、他にできること、ラッキーアイテムなど見ていきます。何も心配いらないお二人ですね。彼はもうあなたに執着してるぐらいなので、ね、心配いりません。帽子とかいいですね、ラッキーアイテム。帽子とかおしゃれな、ね、
服、あとそうだな、思い切った攻めたね柄とかいいですよね。ぜひ、まあ、ブライダルフェアやお家探しとかされる時には帽子をかぶって行ってみてください。ね、2番目のリーディングの方、ほんと心配いりません。うまくいってるお二人です。うん、この調子でね、ラブラブにずっと過ごしてください。片思いの方や復縁ご希望の方なんかは性格とかね、アドバイスとかうまく取り入れられるところを取り入れながら聞いていただくと幸いです。はい、では2番目のリーディングの方、ありがとうございました。では3番目の方、リーディング始めていきます。お願いします。まずはお相手様があなた様のことをどう思ってるか見ていきましょう。なんか自信がない方が多いんですか？あくまでもポジティブにとカードのメッセージがね言っています。なんか今日の人はシャッフルが少なめで、いつもすごいぐるぐる長く回すんですけど、割ともういいですよってカードが言ってるような感じがします。なんか心配なことがあったんでしょうか、ポジティブにとメッセージが来るってことは。自分か違う子かで悩まれてたとか、ライバルがいた方もいそうですね。あなた様はもう結婚とかお付き合いしたいぐらい好きですよね。お相手様はあなた様の一緒にいてて安らげるところが好きって言ってます。あなた様といてることですごく落ち着く、日頃の仕事のプレッシャーや学業のプレッシャーから解放されて穏やかな、ひとときが好きと言っていますね。さっきライバルいたのかなって言いましたが、そのまあライバルの方に勝った勝因もやっぱりその居心地の良さなんだと思います。あなた様も彼と過ごす時間ってすごく落ち着く、ね、幸せなひとときですよね。でも今はその一番の座に、例えば彼女になれた安心感、彼氏になれた安心感とか、お嫁さんになった、旦那さんになった安心感があなた様には今ちょっと足りてないのかもしれませんが、アドバイスのカードが自信を持って、あくまで一番はあなたです。この方にとってそこを疑わずどっしり構えることがあなた様に今与えられた状態ですね。この先も浮気されたらどうしようとか、他にいい人が前の人の方が好きなのかな、どうしようどうしようっていう気持ちは切っても切れないようなようです。それはでも悪いことじゃなくて、ある意味そういう性分として受け入れてしまった方が、ね、気は楽になりそうですよね。でも少しでもそのね、カードのメッセージを受け取って、あくまでポジティブにというのであれば、どんな風なことすればいいですかって聞いてみますね。どんな風にしたら、私はお相手様のことを信じてポジティブに過ごせますか。誘惑に打ち勝つ、あなた様そのお相手に対して不安な気持ちも
もしかしたら自分への自信のなさから生まれているのかもしれません。あのダイエットとか筋トレとか自分の弱いにかじきった方が、あの前向きな気持ちになれますよ。自信を持つ行動をしてしまった方が、ね、今絶賛頑張り中という方もいそうですよね。努力することで、ね、魅力的にもなりますし、それがあなた様の心の安心につながるのであればね、ぜひそれはあの前向きに取り組んでほしいですよね。もう本当はそんなことしなくても、お相手様からしたらあなた様がいてるだけですごく安らげるっていうのは忘れないでくださいね。なんですけども、やっぱり自分に自信がないからどうしても不安になっちゃうと思うので、まあ、の自分の魅力を高める努力することでご安心するのであれば、うん、それはね、自分磨きとしてした方がね、あの相手のために綺麗になる、かっこよくなるというよりかは自分のためにね、するのがいいっていう感じがしますね。ではこんなお二人のこれからを見ていきましょう。こんなお二人って日本語変ですね。そんな二人の未来を見ていきましょう。自信持ってくださいねって言われても、分かってるよって感じだと思うんですけど、本当はそんな無理な努力しなくても、お相手様はあなた様がいてくれるだけでホッとする存在なんですよね。本当これはすごい重要なことなので、もう何回でも言っちゃいます。でもそんな頑張り屋さんなところも含めて魅力的なんですよね。では2人のこれから見ていきましょう。過去、現在、未来ね、めっちゃいいです。運命の輪が出ています。アドバイスカードとお相手様の過去、現在、未来。あ、やっぱりあなた様のこと大好きですね。あなた様の過去、現在、あなた様もめっちゃ好きですね。未来。そして最終結果。本当一緒にいてると、お相手様はやっぱり安らいで自分らしく、なんならちょっとこう童心に帰ったような感じでね、あの楽しめるし、あなた様もお相手様といてるとすごく希望がある。うん、なんか現状うまくいってますよね。で、未来なんですけども、ワンピースみたいな感じですね。こう一緒に戦ってた仲間がそれぞれ飛ばされて、こう遠くでそれぞれ頑張ってやらないといけないこと、あのお互い、まあ、休憩したり修行したりやって、またくっつくって感じです。またそのもっと最強になってくっつくって感じですね。うん、今そうだな、今それぞれ修行の時期で、で修行が終わったらもっとレベルアップした2人でいれるっていう感じですよね。なんでさっき言ってた自分磨きの方もね、うまくいきますよね。もっと魅力的になった2人が再会します。うん、アドバイスカードの方もやっぱりポジティブに過ごしてくださいねというのと、突然の出来事にあのビビらないって感じです。うん、強くなった2人がまたチームとして戦えるっていうことで、
何の心配もこの方もいらっしゃないですね。なんだか今日のリーディングの方、全然うまくいってる方、まあ、うまくいっていくんだろうなっていう方ばっかりなので、今と近未来が修行の時期で、ね、未来はまたね、チームとして仲良く協力できるっていうことで、うん、何の心配もいらないです。どんな修行が待ってるんですか。やっぱりアドバイスはポジティブにっていうことなので、人との競争っていうよりかは自分との戦いな感じですよね。どんな修行なのか聞いときましょう。じゃあこのアドバイスカードでも出てきたように、突然のことにびっくりしちゃわないで、ね、対策が出ますよね。はい、今よりもっと状況が良くなるけども、それにびっくりしないでですね。例えば修行積んでたアイドルさんがデビューできるとか、昇級するとか、今よりワンランク難しいけど活躍できる場所で、お仕事する、活躍するとかっていう出来事が待ってますが、それにビビらずにもう飛び込んじゃってください。行った方が最強の2人でまた出会います。お相手様は結構天真爛漫というか、ね、動き回る方多そうなので、ちょっと一休み、落ち着いて一休みした方がいいですよっていう時期なんですけども、あなた様の方が忙しくなりそうですね。うーん、2人のその間のね、連絡とかはしてくれるのかな。その修行中の期間にお相手からの連絡は増えますか減りますか。これもね、あらかじめ分かっとくといいですよね。今日すっごいこのカードばっかり出るんです。あなたのことでもいつでも思ってますね。連絡は現状維持って感じがします。うん、まあでも現状維持って感じですね。なので連絡が増えなくても心配しなくても、まあそういう人なんだなと受け入れてあげてしまった方が良さそうです。でも連絡、LINE が途切れたりとかね、DM が途切れたりっていうことはなさそうです。今まで通りのラリーのペースで来るでしょう。じゃあこんなお二人、また最強になって出会った時どんな二人になりますかっていうのを聞いてみます。その最強の二人になった後に告白とか全然ありえますね。付き合おうとか結婚しようとか、うん、あとは周りからの祝福も、祝福や助けも受けますね。なんか応援したくなる2人って感じですよね。ファンが多いというか、スポンサー、ファン2人の未来を周りが応援してくれます。なので今辛いことがあったりとかね、この3ヶ月ぐらいでしょうか、辛い出来事とかきつい時期に入っても、これは明るい未来のためなので、本当前向きにが選択肢に出てたのがよくわかりますね。不安な気持ち、その間にね、他のいい人出てきたらどうしようとか、自分なんか可愛くないしかっこよくないし、いい人いたら目移りするんじゃないかなって思っても、前向きに過ごすことで周
りから応援してもらえる素敵な2人になりますから、うん、もう今の修行楽しんじゃってください。はい、では3番目のリーディングも以上になります。ありがとうございました。ね、修行って大変かと思いますが、乗り切って明るい未来をゲットしてください。本日もリーディングを聞いてくださりありがとうございました。 TikTok、Instagram、Twitter などもしておりますので、ぜひフォローお願いします。あとですね、チャンネル登録もぜひお願いいたします。個人鑑定は概要欄のリンクから受け付けておりますので、ね、少しでもこう喋ってみたいなとか、自分の悩みを直接鑑定してほしいなと思ってくださった方はもう心よりお待ちしてますので、はい、お願いします。あとはですね、こんなリーディング見てみたいなとか、こういうテーマ見てみたいなっていうのがあれば、ぜひコメント欄に書いてください。前向きに皆様のリクエスト受け入れていきたいなと思っています。では次回のリーディングでお会いしましょう。ありがとうございました。